バレル。 グストフ? 珍しいな。 俺にだっていろいろあんだよ。 どうした? お前は変わったなと思ってさ。 なんだよ、嫌味か? ちげえよ。 今日のお前、ワイルさんみたいだった。 なんとなく、ワイルさんがお前を選んだ理由、分かった気がした。 まあ、そもそも黄金のソウルなんて 俺にはなさそうだけどな。 どうしたんだよ、いきなり。 俺さ、何も感じないんだ。 あの時、光の民が俺たちのために死んでいった時、 何も感じなかった。 あんなに痛かった胸が痛くねえんだ。結局俺の覚悟なんてのはそんなもんなんだって分かった。でもお前は違った。強くなる。 ワイルさんに比べればまだまだ全然だけどな。俺はお前のために強くなろうと思った。
ストフ。お前は俺が絶対守ってやる。お前がソウルトリガーのリーダーなら、俺はそれを守る盾だ。ああ、頼む、グスタフ。なんだ？街が燃えてる。街は新市街地だよな。何が起きてるんだ？まずいぞ、ファレル。ノイは今、新市街地にいる。なんだって？俺たちは広場で待機している。準備ができ次第、ノイを助けに行くぞ。それは今調査中で。それは聞き飽きた。フラン、お前はどう読む？僭越ながら述べさせていただきます、閣下。これまでの経緯から鑑みて、ソウルトリガーを名乗る者たちの奴らはこれまで市民への手出しはしなかった。リトラー、機関は何か知らないのか？私が？私はただの工場長。町での出来事など知る由もありません。それはどうかな。俗の服が機関の飼っている兵によく似ているという話もあるが。我が教会の兵に化けるなんて、なんと不届きな輩でしょう。罪なき市民の幸福を奪う奴らの趣味を許しておくことなどできましょうか。必要であれば私の兵をお貸ししますよ。
娘が。閣下、私が行きます。そうか、ならば行け。新市街地内での判断はお前に任せる。お手並み拝見ね。
失われるがいい。
間に合った。急がなければ。
強くなるぞ。また強くなっちまったな。
しまわれるがいい。
まだ。
終わりかよ。
邪魔だ。このままでソウルが。ほら、しっかり頑張れ。さあ行こう。あれはフランだ。待て。おい。今日は声が聞こえないの。だから。そりゃそっちの理屈。命令されたら戦うんだろうが。だったら今戦え。僕が戦ってやる。子供を盾にする気か。さて、あんたたちが子供の命も何とも思ってないこと知ってるか。僕たちの町から出ていけ。あら、ここは私たちの町でもあるの。さっさと行け。気が変わらないうちに行け。ファレル、ノイを探す。それが最優先だ。
守るが。ソウルの力、こりゃいいな。高い子！
まだ。ノイ、俺だ、ファレルだ。どこにいる、ノイ。ファレル、よかった、つながった。もうすぐ調子がさっきよりもクリアになっていく。ノイは近くにいる。Thank you.
何かの間違いだ。私は市民だぞ。私の天運もここまでか。バレる、すまない。ノイ、ノイを守れ。すぐ助けてやる。
殴らないと気が済まねえ。絶対生きて連れて帰ってやる。その後は覚えとけよ。ノイ、大丈夫かな。この怪我だ。治療を急いだ方がいい。ああ、死ぬなよ、ノイ。報告は以上か。はい、閣下。エイトラ、機関弁明は。弁明ですって？長官は何をおっしゃるのかしら。機関のクローン兵、そして新規兵が町を、新民を襲ったことへの弁明だ。ソウルトリガーに潜入させていたノイという男の裏切りによって今回の暴動は引き起こされました。ノイは我々の情報を盗み出しソウルトリガーに戻しています。その中で新規兵のプログラムを改ざんし、機関は一枚も噛んでいないという言い草だな。ええ、晴天の霹靂でした。しかし、随分と手を焼いているのですね。ソウルトリガーでしたか。そんなに手こずるような者たちですか。彼らは今回ウズテスは黙ってなさい。申し訳ありません。我が研究所の可愛い息子たちを予約するのは何のためじゃありませんね。機関は黙って兵器の開発をしていればよいのだ。一週間の謹慎を命ずる。イシュドバーン長官、あなたの時代はもう終わるのよ。あなたは他がためにその鐘を鳴らすのか。来たるべき約束の日、黄金の尺と白銀の冠を抱くために。エマ、